鎌倉丼の写真。鎌倉丼とは、神奈川県鎌倉市の一部地域の飲食店などで、供される丼の。鎌倉丼とは、神奈川県鎌倉市の一部地域の飲食店などで、供される、エビを出汁で炊いたものやエビの天ぷら、もしくは、エビフライなどを卵で閉じて、丼飯の上に乗せた、いわゆる丼のの料理である。 鶏肉と鶏卵で作る親子丼の鶏肉をエビに変えたもの、もしくはトンカツを卵で閉じて、丼飯に乗せたカツ丼のカツを、エビの天ぷらやエビフライに変えたもの、すなわち何らかの下調理を施したエビを用いた、エビの卵とじ丼を想像すれば、おおむね外れではない。なお、地方によっては、エビフライを卵で閉じたものは、エビカツ丼と呼ばれることもある。鎌倉大仏や、 ハセ観音飲んで有名なハセの近辺の定食屋や蕎麦屋等でおよそ1000円前後で食べることができる。ハマレポ .com の調査によれば昭和40年にはすでに鎌倉丼を称する料理は提供されているが、それぞれの飲食店において独自のものとして生まれたものであり、前述の観光客向けに新しく作られたメニューの元になったものである。鎌倉周辺の海では現在も 伊勢エビが取れるが、漁獲量の大幅な減少を受けて価格が高騰したため、地元産の伊勢エビを用いた鎌倉丼を供する店はごく限られており、季節限定の上用予約とされる。隣接する江ノ島地域では、鎌倉丼のエビの代わりに、出汁で炊いたサザエの実を用いた江ノ島丼が供されており、隣接した地域に海産物の卵と地丼が存在する点で共通している。 鎌倉丼の名は古くは地元や関東南部において伊勢エビを鎌倉エビと呼び習わしていたことに由来するとされる。ただし鎌倉丼自体は観光客向けに作られた新しい料理である点に注意を要し後年に創作された名物料理に過ぎないという実態が前述したエビの卵と地丼の枠内で携帯や調理法にブレが存在する理由の一つともなっている。 ありがとうございます。